私はクロハ、大学1年生。最近ファミレスのバイトを始めたばかり。クロハさん、大学では何かサークルに入るの？クロハさん可愛いし、新刊の勧誘とかすっごいんじゃない？いやそんな、まだ考え中で、課題も大変そうだし。まだ緊張してる？入ってきたばかりだもんね。みんな優しいからすぐ慣れるよ。バイト先の先輩は同じ大学の人も多く、実際お店全体の雰囲気も良くてここに決めた。でもだからこそ私はあんまり積極的には話せずにいた。クロハさんはここが初バイトだよね。わからないことは遠慮なく誰かに聞くんだよ。ありがとうございます。うちはスタッフたちの希望でたまに親睦会みたいなこともやるからね。嫌じゃなかったらぜひ参加するといいよ。それから1ヶ月後、クロハさんの歓迎会なかなか開けないね。お家の都合もあってしばらく夜が忙しいらしいよ。クロハちゃんともっといろいろ話したいのにな。普段話しかけてもそんなに自分のこととか教えてくれないもんな。むしろミステリアスで燃えるよな。一人でいるのが好きなタイプかもね。あんまりグイグイ行くんじゃないわよ。だって私が話すと場の空気が壊れてみんなの居心地が悪くなっちゃうかもしれないし、思えば中高の頃に染みついてしまった、自分はなるべくおとなしく、輪を乱してはいけない、みんなの気を悪くしてはいけない、きっかけは些細なことだったと思うけれど、未だに頭をよぎると言葉が出なくなってしまう。それに加えて、クロハちゃん、なんか嫌なことでもあった？いや、なんでもないんです。俺なんかしたかな。考え込むとつい目つきが悪くなってしまうのも私の癖でありコンプレックスだ。クロハさん、悪いんだけど厨房の人が不足しててさ、ホール規模だったと思うけどキッチン担当でも大丈夫かな。ごめん。はい、正直配置変更にホッとしてる。私にホール担当はまだ早かったのかも。クロハさん、じゃあ洗い場お願い。終わったけどみんな忙しそう。声かけるにもタイミングを見計らわないと。うん、お皿終わったの？ありがとう。じゃあ次はあっちを。遠慮しないですぐ行ってくれたらいいのに。すみません、お忙しそうだったので呼び止めたらご迷惑かなって。そんなこと気にしてばかりじゃ。店長、営業の方がお待ちです。あー、すまん、今行く。こんな風に気にしてばかりじゃ余計に周りの人たちに気を使わせてしまうかしら。すみません、夜は家の用事が。たまには一緒に飲み行こうよ。返事、そろそろ諦めないよね。じゃあクロハさん、また次のシフトでね。はい、すみません。いいのいいの、気にしないで。いろいろ考えて行動してるつもりでも結局克服はできず、浮いている感じが否めなかった。私が参加しても盛り下がるだけだろうしな。さらに数週間が経過した頃、なんとか作れるものも増えてきたかも。ゴタクのオーダー通ってる？あ、今こっち来ました。作ります。あれ、これまだ教わってない新メニューだわ。店長、すみません、作り方を。イサメさんと何か深刻そうに話し込んでる。今聞いたらお邪魔かな。でもこの時間他にキッチンの人入ってないし、ソースもあるし材料も揃ってて盛るだけだから、盛り付けはメニューの見よう見まねでなんとかできた。お待たせいたしました、マダイのカルパッチョサラダです。どうも。ホールの人も頼んだお客様も問題なさそう？その後来店ラッシュが続き、あれ、まだキッチンタオル持ってきてない？あ、すみません、切れそうなのは気づいてたんですが、忙しい時間が続いて在庫場所を聞けてなくて。あ、そっか、クロハさんまだ場所知らなかったっけ。バックヤードの棚上にいつもあるから覚えてね。もう聞いてくれたらいいのに。使えない新人って呆れられてるかな。私この職場でお荷物になってるかも。さっき店長とひさめさんが話してたのももしかしたら。クロハさん、どう考えても職場で浮いてるし感じ悪いんですよね。ちょっと今後の雇用も考えないとかな。12択オーダー入りました。あ、またあの新メニュー。店長は電話中。モブローさんも手が埋まってるし、さっきも作れたから大丈夫よね。これカルパッチョサラダ作り方違わないか？
作ったの黒羽さんだよね。はい、すみません。忙しくて調理法を教えてなかったのは悪かったけど、それならそれでちゃんと都度俺や他のスタッフに聞いてほしいんだ。すみません、皆さん動かれてたので私のせいで手を止めてほしくなくて、ご迷惑かなって考えてたらうまくお声かけもできなくて。その分からないなりにいろいろ考えてくれたのはありがたいけれど、あなたが考えて気を使ってるのは俺たちじゃなくて自分に対してだよね。迷惑をかけて自分が嫌がられるのが怖いからが最優先になってない？いずれにしてもファミレスチェーンでは間違った調理法の商品をお客様に出すわけにはいかないんだ。すみません。実はさっきご宅のお客様に同じものをお出ししてしまって。なあ、ちょ早く謝りに行くぞ。ホール出てきて黒羽さん。先ほどのお客様は全く気づかずに普通に美味しく食べてしまったとのこと、店長と共に平謝りだったが、特に味も見た目もおかしいことはなかったし、むしろ二度と食べれないレアメニューですよね。ラッキーっすよ。本当に申し訳ありません。私の自分勝手が原因で。いいですよ、気にしてません。新人さんなんですよね。これからも食べに来るんで頑張ってくださいね。衛生面でも問題なく優しい常連さんだったのも幸いして、それ以降は厳重注意のみでお咎めはなし。もちろんお客様からのお代はいただかず、彼は満足そうに帰っていった。とはいえ、ほうれん草を怠ったのは従業員としてやってはいけないことだよ。一体どうしてそこまで異常に気を使ってるんだ？店長だって今回黒羽さんに伝え忘れてたじゃないですか。それはまさかカフェタイムにあのメニュー出るとも思ってなくて。それについてはそのキッチンを任せたにもかかわらず私も見通しが悪かったし、教えそびれていて悪かった。今後はお互いきちんと伝えるべきことを伝え合おうな。私もともと言葉の選び方がうまくないんです。子供の頃クラスメイトもそれで怒らせてしまっていて、伝えたいこととは全く別の伝わり方をしてしまったり、おまけに考え込むと目つきまで悪くなるもんだから。あれ考え込んでる時の顔だったの？美人だから一層迫力あるよね。俺実はちょっともっと睨んでくれって思ってたり。私こんな話したら皆さんに嫌われる、ここをやめないとって思っていたんです。どうして？むしろ話してくれて嬉しいわよ。なかなか見えなかった黒羽さんの考えを知れてちょっとホッとしたよな。でも嫌な話させてたらごめんね。うちらその辺デリカシーないとかあるから。なんだ、最初からこれだけ言えばよかったんだ。じゃあいきなりですけど報告いいですか？何？本当はもっと皆さんと仲良くなりたいんです。ちゃんと聞きたいことは聞いて伝えていきますので、改めてこれからよろしくお願いします。なんだそんなこと、もっと早く言ってよ。嫌がられると思って飲み会も来なかったの？気の使いどころ間違ってっからな。よっしゃ、早速だけど早上がり組で飲み行くか。園児が必勝。黒羽さんは未成年だからお酒はダメだけど、ソフトドリンクで乾杯しようね。ありがとうございます。俺たち閉店作業組も後で行くからな。はいはい、お待ちしてますから。その後急遽開催してもらえた私の歓迎会は大いに盛り上がり、その後だいぶ仕事にも慣れた頃、いらっしゃいませ。あれ、ホールも？あ、はい、今は余裕のある時間帯なので少しだけヘルプで出ています。そっか、じゃあ今日も美味しいお料理をお願いしますね。はい。気遣いの矢印を自分ではなく人に向けることで私も自然と笑顔を作れるようになったと思う。